ボツです。さあ今日も始まりました、タケル君を使ってのトラック飯です。で今日は何を食べようかなと思いまして、その前にね一つコメント紹介させてください。でねこれめっちゃ前のトラック飯の、コメントなんですけど、ねもう本当にだいぶ前にやりました UFO 恋恋海鮮うま塩焼きそばを食べた回のコメントなんですけど、めっちゃ前ですよねこれね。チョコバタ CH さん、これチョコバタチャンネルさんかなからいただいたもんで、間違っていたらすいませんが、おそらく普通の UFO も液体ソースですよといただいて、これどういうことかというと、この前食べた海鮮の UFO ね、ソースが液体のソースやったんですよ。で僕は普通の UFO のカップ焼きそばは粉やと思ってたんですよ。今も思ってるんですけど、でいやソースやったかな粉やったかなということでずっと気になってたんですけど、もう今日食べちゃいます。はい、 UFO のねコイコイソース、これ定番のやつやと思うんですけど、さあこれがソース、果たして粉なのか液体ソースなのか、ちょっと開けてみます。いや粉やでしょ、ちゃいましたかね。これもう長いこと食べてないからな UFO、 ちょっと記憶が定かではないんですが、ふりかけなんかついてる。あ、そうです、こんなんなってる。知ってました？何何？試してみよう。食べる前にキャベバンバン。湯切りの後に僕を指で弾くと蓋の裏についたキャベツが落ちるよ。あーはーはーはー。あ、UFO って水切りした。言うか、湯切りした後に蓋にキャベツがつくからこうやって叩いたら落ちるいことか。へえ、前こんなんなかったですよね。まあ、とりあえずちょっと開けてみますね。ソースが液体なのか粉なのか。はい、出てきました、出てきましたよ。粉やわ、粉ちゃうわ、ソースやわ、液体やわ。あれ？昔これ前からこれでしたっけ？昔ソース粉ちゃいました？これ UFO ちゃうかったかな。ちょっとね長いことこの UFO 自体食べてなくて、僕ねこれ粉やからあんまり混ざらへんし、だから一平ちゃんとかペヤングとかにした記憶あるんですよ。で昔ってほら大阪関西ではもうカップ焼きそばやったら UFO 一択やったんですよ。 UFO しかなかったんですよ僕の子供の頃ね。でいや確かね、多分ですよ、多分ね、うろ覚えやけど、で粉が嫌であんまりカップ焼きそば食べへんかって、ほんで一平ちゃんとかペヤングが関西で売り出されるようになって、うわソースやんと思った記憶があるんですけど、ソースじゃない液体やんって。でもこれ液体やわ。あれ昔粉やったけど今液体とかそんなんかな。ちょっとこれでバレるんかな年代とか。なんかちょっと悔しいけど、まあソースやったんでまあええか。はい、じゃああとね何食べようかなと思いまして、ちょっとこれカップ焼きそばだけやったらちょっと寂しいんで、こういうのちょっといただきもんなんですけど、壺漬け食べます。はい、これいただきもんなんですけどね、ちょっと
美味しそうちゃいます？つぼ漬け、お漬物ね、僕好きなんで、はい。あとね、汁物はこのいつもの万代のお味噌汁、これの今日はわかめ食べようと思います。はい、ということで、今日食べるのは UFO ね、こんな感じです。ちょっとこれ反対にしたらこぼれるからね。はい、こんな感じで食べたいと思います。ほんでこれね、多分1回で食べきれないんですよ。でどうしようかと思いまして、これね、前だいぶ前に食べた海苔の佃煮のこれ空き瓶です。これ家で綺麗に洗って持ってきてました、持ってきました。で、一旦ねこれをここに移して、ほんで食べた後多分残るんで冷蔵庫にね入れて、またいつでも食べれるようにね、余っても大丈夫なようにちょっとこういうのも持ってきました。はい、ということで今日はそんな感じで食べたいと思います。はい、じゃあ3分経つ間にちょっとコメント一つ紹介させていただきたいと思います。はい、ナッシーさんからいただきました。ボツさん、タケル君の蓋で火傷しない方法を研究して教えてくださいと、12V タケル君買いたいですといただきました。で、これね、少し前のタケル君動画でこの蓋をねちょっとひっくり返して、この蓋の裏の水蒸気もうかなり熱いんですけど、それが足に落ちて火傷したですよ。だからそういうことがないようにどうしたらいいかということを研究しました。でまずね、これは前から使ってたんですけど、こういったタオル、ハンドタオル用意しまして、でねこれをこうやって持つからポロっていったんですよ。もう簡単でした。これね、こういうのちゃんとついてるんですよ、持ち運べるようにね。でこれをこうやってここもじゃあもう落とすことないんですよ、絶対ね、ほぼほぼね。だから横着線とこの取っ手を上げて、でこうやってちゃんと持ちましょう。そしたら落とすねことはほぼほぼないと思います。はい、ご飯はこんな感じです。ほらめっちゃうまそう。はい、はい、じゃあこれ湯切りしてきました。3分経ったんで湯切りしてきました。じゃあちょっとね、さっき書いてたここ端食うのこんな感じでいいかな。これで裏にキャベツがついてないかどうかね、ちょっと見てみましょう。お、あ、キャベツほとんどついてない。あ、1個だけついてたけど、おーすごいなこれ。はい、こんな感じでした。もったいないからね。はい、じゃあこの問題のソースですよ。まあもう間違いなくこれ液体なんですけど、さあ果たして僕の昔の記憶とどう違うのか。うん、まあ普通のソースかな。いやーでもほんまにまだなんかしっくりこないんですけど、 UFO って昔ソースこなっちゃいましたっけ。いや昔もソース液体やったかな、こなやったような気するんやけどな。ちょっと調べてみようかな。気になるわ、めっちゃ気になるわ。まあね、ちょっとほんまにこう一平ちゃんとか
ペヤングがね売り出されてから正直 UFO は食べてなかったんでね、もうほんま、記憶違いなんかな、なんか違う UFO のパチモンみたいなの食べて、それが UFO やと思い込んでてずっと来てるんかな。よし、ええ感じ。で、ふりかけをかけたら、切れへんやんけ。うまそう、めっちゃうまそう。 UFO のソース久しぶりやな。はい、こんな感じです。はい、今日はこんな感じで出来上がりました。めっちゃうまそうちゃいます。でご飯とお味噌汁とでね、つぼ漬けね結構入ってましたわ。あふれんばかりに入ってますわここ。はい、じゃあこれでねいただきたいと思います。はい、ほんならいただきます。まあまずはね焼きそばからいきますけど、はい、うん、あ、美味しい美味しい。うん。ね、もう何回も言うけど、前粉やった時は、前粉やったんかな、粉やったと思うんやけど、粉のソースの時は、ちゃんとうまいこと混ざらずね、濃いところと薄いところとあったんですけど、うん、これはもうね、ほんまに均等に混ざって、とても美味しいです。焼きそばにご飯ね、もう関西人は当たり前の炭水化物と炭水化物ね、はい、焼きそばは、うん、白いご飯のおかずです。じゃあちょっとこのつぼ漬けいただきます。ほらめっちゃうまそうちゃいます、これ。あ、おいしい。あ、うまこれ。あ、これ安いつぼ漬けと違う絶対。あ、ちょっとピリッとして、あ、うまっ、これうまい。あ、これ、うん、うん、うん、あのちょっと何言ってるか分からへんと思うけど、こううまいわ。これね、うん、うん。あ、これ主役焼きそばからつぼ漬けに変わりました今。こっちがメインですわ。うん、うまっ。今日の主食はつぼ漬けで、副菜が焼きそばです。はい、間違いない。これうまっ。でお味噌汁もいっときますね。今日わかめ。あ、お味噌汁うまいわね。僕も味噌汁好きなんですよ。めっちゃ好きで、うん、大好き。
で、まあ、最近はね、あの飲みに行くこともあんまりなくなったんですけど、あの飲みに行ったり家で晩酌したりしたらね、大体締めてお茶漬けやったりラーメンやったりが多いんですけど、そのお店に必ずお店にあれば必ずお味噌汁をね最後頼むっていうね、うん、昔はね、そう、あの飲んだ後の最後お味噌汁ね飲むのが大好き、まあ今も大好き、今も大好きです。はい、これね、焼きそばこう一回ここにバウンドしてワンバンしてから食べるんで、ソースのついたご飯をかっこむ、これお好みでもやりますからね、お好みにご飯、白いご飯食べますからね、大阪人は、それをね言うとね、大阪以外関西以外の方は驚かれることが多いと思うんですけど、もうお好みも焼きそばも立派なおかずです。はい、ということで、完食しました。焼きそばも全部食べて、お味噌汁も飲んで、ご飯も食べました。はい、こっちもカレーです。あとね、お漬物は、はい、結構入ってました。まあ、半分以上は余ってますけど、これはねまた今度食べたいと思います。はい、今日もお腹いっぱいです。じゃあ、最後にコメントいくつか紹介したいと思います。はい、でね、ひろやんさんからいただきました、ちょっと後半部分だけ紹介します。この動画の時、この動画の前の動画ですね、台風だったんですね。大阪直撃で大変なことになってますが、ボツさんの自宅は大丈夫でしたかといただきました。それと、もう一つ、SY さんからもいただきまして、台風大丈夫でしたか、トラックも無事ですかといただきました。はい、台風、この前火曜日大阪直撃でしたよね。で、実は月曜日に関東を登って、これで火曜日大阪に帰ってきて、でまた住んで関東を登る予定やったんですけど、月曜日のね、まあ、火曜日か、火曜日の朝にもう早めに降ろす段取りもして荷主さんの方でしてくれてて、積み込みも早く詰める段取り組んでくれてて、もう火曜日朝早くに降ろして、おいで積んで、もう9時には積み上がって出発しました。だから大阪の上陸した頃にはもうだいぶ離れた場所にいたんで、台風の直接の、まあ、被害というのは、トラックねはなかったんですよ。でも夕方6時ぐらいかな、もう関東の方もう入って、でもう降りる手前のサービスエリアで、泊まってましたんで、でも関東ね、勝負サービスエリアまで行って寝てたんですけど、結構風強かったですよ。はい、本当にね、もうトラック自体が揺れるような感じで、風はすごい強かったです。はい、ただ上陸した時もう関東は、関西は離れてましたんで、とても大変やったということはなかったです。ほんで車庫が海の近く
此花区の海の近くなんですね。だからそれこそ浸水して乗用車置いてますから、浸水して乗用車ね、埋まってないかなとか、あとね、いろんなもん飛んできて壊れてないか、もしくはね風で倒れてないかなってすごい心配やったんですけど、社長が次の日かな見に行ってくれて、無事やいうことを聞きまして、ほっとしたんですけど、で家の方もおかげさまで何も被害なく、大した被害なく、はい、本当に僕は無事でした。ただね、本当に被害受けてる方もいると思いますんで、本当にね、もう、まあ、なんて言ったらいいかわからないですけどね、本当台風今回ひどかったみたいです。で、帰ってきたら信号がね結構あっちゃこっちゃ向いてるんですよ。で、こうなんかな、こう横からの信号がこっち向いてたりして、赤と青と信号がね両方同時に見えたりするんで、結構怖いなっていうのはあるんですけどね、本当に、あとあれですわ、看板がバーン倒れてるの見たりね、そういうのあったらすごいなって思いました。今回ね本当に台風の被害を遭われた方もいるかと思いますけど、はい、お悔やみを申し上げます。で、本当にね大変でした、皆さん大変でした。はい、じゃあ次いきます。はい、どれ行こうかな。村島、これ暑、これなんて読むんかな、村島さん、ごめんなさい、村島さんからいただきました。いつも楽しく拝見させております、ありがとうございます。麺職人は宇佐美ポイントの景品ですかと。この前ね麺職人食べたんですけど、その通りです。はい、宇佐美のポイントの景品です。ちなみにこの今日の UFO も宇佐美の景品です。あれ、バレちゃいました、やっぱりね。はい、そういうことです。じゃあもう一ついきます。みっくんさんからいただきました。はじめまして。はじめまして。いつも拝見させていただいております、ありがとうございます。ボツさんの動画はいい意味で飾らない雰囲気でとても楽しいのですが、めちゃめちゃお腹が空きますと。ありがとうございます。飾らないというか、編集の腕がないと言った方が正しいんですけど、はい、でお腹空くのは思うツボです。あまりの美味しそうに召し上がっていらっしゃるので、ご飯を食べながらでないと見られませんと。はい、もうその通りなんですよ。一緒にねご飯食べながら見ていただければと思うんですけど、はい、でね、僕ね毎日お昼の12時に動画上げることを目標にやってます。もちろんこのトラック飯もねお昼の12時にアップされるんですよ。だからちょうどお昼時でね一緒にご飯食べれたらなと思います。その後これからも美味しい動画をよろしくお願いいたしますと。あ、こちらこそ本当にね頑張って撮っていきますんで、こちらこそよろしくお願いします。はい、ということで今日もたくさんのコメント読ませていただきましたけど、なかなか時間なくて全部は読み切れてないんですけど、本当にたくさんのコメントありがとうございました。またね、今日いただいた、この動画にいただいたコメントは次回のトラック飯で紹介したいと思いますんで、またたくさんのコメントよろしくお願いします。じゃあ今日はこの辺で、ごちそうさまでした。ほな、さいなら。